農林中央金庫有楽町ビルは、かつて日本の東京都千代田区有楽町に存在した建築物である。当時の東京府東京市麹町区有楽町一丁目9番地の2の地において、産業組合中央金庫事務所として1931年10月7日に寄稿され、1933年5月11日に上等式が取り行われ、 1933年9月29日に、竣工した。設計は、渡辺人志建築公務所、思考は、清水組であった。構造設計は、内田正造によるもので、関東大震災以上の地震に耐えうる設計であった。設備面では、冷暖房設備、4台中2台の全自動式エレベーターなどを備えていた。 春高当初に存在した外装のブロンズ製装飾やガス灯、屋上の手すりなどは戦時中軍部に供出され失われた。1945年9月、同一外区内の第一生命館と共に連合国軍最高司令官総司令部に接収され、第一生命館が1952年7月に返還された後の1956年2月に返還された。 1989年12月、DN タワー21を建設する再開発のため、第一生命館の東寄り部分と共に取り壊された。DN タワー21の東側壁面には、異なる位置と異なるデザインで等建物が、イメージ再現されており、解体工事の際に取り外された外壁の石材も一部再利用されている。また、戦術の軍部に供出された、 建具かなも類についても一部は DN タワー21の東側壁面にレプリカを持って再現された。ABCDEFDN タワー21歴史的建築物の保存と再生清水建設株式会社マルゼ前平成8年ありがとうございます。